西島秀俊主演の日曜劇場、さよならマエストロ父と私のアパッシオナート、毎週日曜夜9時から9時54分、TBS 系の第10話、たくさんのありがとうとさよならが3月17日に放送された。同作は、ある事件で家族も音楽も失った父、夏目俊平、西島と、そんな父を拒絶し音楽を嫌う娘、ヒョウ、芦田愛菜が、地方オーケストラを通して失った情熱を取り戻し、親子の絆と人生を再生させていく完全オリジナルのヒューマンドラマ。最終回となる第10話、俊平、西島と晴海フィルのこれからが決まった。以下、ネタバレを含みます。愛と魂の物語を彩る個性豊かなキャスト陣西島、芦田のほか、芦田演じる響きの同僚のポジティブ思考で明るいトランペッター、森大輝役に宮沢日夫、魔性のフルート奏者、クラシナルリ役に荒木優子、クラシックに恋する高校生、谷崎天音役に東間、クラシックを諦めたチェリストハノレン役に佐藤姫、プレッシャーに弱いティンパニー奏者、内村奈々役に熊田凛花を配役。また、俊平の息子、海を大西陸、響と海の母親、司法石田ゆり子、晴海市の市長、白石一生を淵上康氏。コンサートマスター近藤益男を津田寛治、歌カフェの店主、小村二郎を西田敏行、俊平の元マネジャー冠城浩一を満島慎之介、市民オーケストラの団長、古谷聡を玉山哲司が演じている。脚本は、なぎのおいとま、2019年、妻、小学生になる、2022年、などを手掛けた大島さとみ氏。劇版は、テセウスの船、2020年、日本沈没希望の人、2021年をはじめ、多くの作品を手掛けている菅野雄吾氏が担当。さらに、東京音楽大学教授であり、日本クラシック界を牽引している世界的指揮者の広上淳一氏が同作のオーケストラを全面監修。また、オーケストラの演奏部分は東京音楽大学が全面バックアップしている。小村が楽器を売り払い、編成費を工面仙台オーケストラフェスへの出場が決まっている晴海フィル。しかし、遠征のための資金集めに苦戦中、古谷、玉山哲司は市長に見つからないようにこっそりと募金活動を行うが、思うように集まらない。弁、佐藤姫は以前お世話になったラジオ局のディレクター、小田井良平にスポンサーになってもらえるようにお願いするが、断られてしまう。そんなピンチを救ったのは、歌カフェ二郎の店主、小村、西田敏行、だった。多数の楽器を所有していた小村は、クラリネットだけを残し、他の楽器をすべて売却。元々の楽器の質も良く、保存状態も良かったことから高値がつき、編成する費用に十分な額となったようだ。今回のフェスは廃団寸前の晴海フィルにとって、これからが決まる重要なイベント。ここで優勝すれば、スポンサーがついて活動を継続できるかもしれない。団員たちは、そんな希望を抱いている、マエストロがいるから大丈夫、という気持ちを持ちながら、